情どっかで誰かに笑われて OK でそれもいいよね。誰のため君のために今は鼻を噛んでる暇はないんだわ。空回りな毎日に今は鼻歌を奏でてんだわ。大丈夫と言ってみたんだけど不安なのは自分だったり誰でも誰にも誰かにも話せないことがあったりどっかで誰かが笑ってたよ OK で気分上々どっかで誰かに笑われて OK でそれもいいよね。例えばすごく酔っ払ったとしてみんなの真似してソフトクリームカメラの前でふざけてみて明日には忘れている名前だけを呼んで楽しんでいるいたずらに呼んで楽しんでいる誰でもない君のしちみのかけ方が繊細だったりのは早いねなんて言ってみたりして年を重ねてきたからかななんて言ってみたりしてでもこうやって顔合わせられるなんてさ OK それ最高、どっかで誰かと笑っているみんなの真似で OK それ最高だね。どういうことなんですかね。どっかであなたと笑ってたら OK Bye.